宝室大橋付近ネ屋川は、大阪府東部を流れる淀川水系の河川。大阪府管轄の一級河川である。2006年7月に特定都市河川に指定されている。大阪府方野市、星田付近に源を発し西に流れる。ネ屋川市内で南に展示を東市で再度西に、向きを変え、大阪市中央区と宮古島区の境界で、旧淀川に合流する。 東大阪市北部、大東市は中世まで深海地、深野池などの湿地帯であった。1704年に山和川の付け替えが行われ、深海地、深野池はなくなったが上流からの水の流れは、根屋川として残された。池の跡地は、幾人もの人手により神殿開発が行われ、そのうち、河野池三代目、前衛門宗都市が干拓を手掛けた地域である。 深海池の跡地は、現在も東大阪市内に、河野池神殿の地名として残っている。深野池間宅以前根屋川は、門増しのスボンで終わり、そこから深野池に注いでいた。スボンから徳安までの現在の根屋川は深野池、間宅時に堤防を先に作って、それに沿うように上流の水を流したものである。同時に清滝川ももともと深野池で終わっていたのを、長い堤防で、 ねや川に直結した。現在は特安で西側から古川、東側から五海寺と六号維持が合流して、西の今福まで直進し、そこから四季のを通って緩やかに西に曲がりながら、大川に注ぐ形になっているが、この直進部分はもともと特安維持であり、元来のねや川は特安から稲田、本町まで JR 片町線に沿うように南下して、楠す川に合流し、 今度は、南側から長瀬川が合流する放出から、北西方の市議のに至り、現行のルートにつながるという流れであった。しかし、根屋川、くすね川、長瀬川が合流するとどうしても水量が多く、頻繁に洪水を起こしてしまうため、根屋川は、くすね川、長瀬川と分離されることとなり、特安から直進する、特安維持を拡張して、これを新たな根屋川とし、 元々の特案から稲田、本町までのルートは埋め立ててしまった。それは現在も大阪市と東大阪市の境界線として残っている。上記は大東市市、東大阪市市等に多く記載されている。ちなみに切り離された楠川、長瀬川は放出で合流して市議野に向かっていき、そこでネ屋川と合流していたが、1969年に、 楠木根川が第二根ア川に生まれ変わった際、放出からシギノのルートは埋め立てられ、新たに放出から西に直進して、大阪城の東で平野川に合流するルートに変更され、そこから大阪城の北で根ア川と合流する流れとなっている。中流はこの干拓により天井側となった。現在はそそり立った壁のようなコンクリートの堤防が両岸を守っている。 寝屋川市音羽町付近では、川底が周りより、数メートルも高くなっている。この天井川状態は、京阪電鉄茅島駅付近まで続いている。その多旧地名の三井や国松緑川からの、悪水は、支流の南、前川の下をくぐって、音羽町付近で悪水路へ流出している。寝屋川の中流域では、過去に、幾度も水害に悩まされてきた。 特に1972年と1976年の水害では流域の大東市内の広範囲にわたって浸水した。1972年の洪水では川幅拡張等の改修工事が進められていた矢先に未改修の支流の協作区間で一水し、周辺の住民は速やかに改修を進めておれば水害が起きなかったとして損害賠償を求める裁判を起こした。 裁判は最高裁までもつれ、最終的には原告の敗訴が確定した。大東市から根屋川市にかけて広がっている深北緑地は、かつての深の池の一部であるが、現代は根屋川が氾濫した際に、遊水地として使用されるように公園として整備、されている。根屋川流域下水道が整備され、淀川は下流で浄水の取水口があるため、淀川砂岸の下水は、 寝屋川に高度処理をされて排水されている。ありがとうございます。